はい玉川修司教室の玉川優吾です。基本天角を書いていきたいというふうに思います。今日はですね、羽この3種類の羽ですね。この羽を敵と呼びます。この羽は下方とも言いますね。で、この羽は不下方と言います。今から具体的に書いてですね、伝えていきたいというふうに思います。 はい羽を描いていきます羽は3種類の羽を描いていきます。えまずはですね、え水ですとか、永級の A という字のようにですねえ、一番下の部分が払う、これを敵と言いますけれども、それをですね、え描いていきますえ。まず、基本一緒です。斜め45度に貼ります。斜め45度もこのままうんぴつします。で一番最後のところ来たら ここに来たらですね、お尻をクッと内側に入れていきます。でそこから腹、跳ねていくる。こうですね。ちょっと今のあれですね。もう一度やります。書きます。45度に貼ります。で、ここからお尻をクッと入れて、そこから腹を上げて、穂先を残していく感じ。持ち行きます。 鉛筆をします。お尻をくって入れて、えー、腹横から右上に左上に行くような感じで。これです。こうやってこういう動きとなります。はい、えー、その時にですね、気をつけなきゃいけないのはですね。えー 45度に入りますこのまま45度です。このまま40度。ここはですね、こう筆はこういう,うに立てていきます。立てていって、なので、ここからこう、こう入って、こうお尻がこういう,うにクッと入れていきますで。そこから払う。そうするとですね、こういう風に、えー、白がですね、 こういう形になります。で、そこをですね、あの気をつけながら、えー、筆を運んでいかなければいけません。こう行きますね。で、こういって筆をこう内側に入れてから外横から左上に上げていくような感じで、こういう筆の動き方をします。 私もですねこれはすごくいつもですね失敗することが多いんですけどもここの角度このですねこれをしっかりとですね意識しながら筆を運んでいくそして筆を運ぶ時はですねあのお尻からこう横に行ってから左上に行くような感じでお先をいきます。 そこをですね気をつけながら書いていただきたいというふうに思います次ですね次は加法というですね筆の払いです式典の式です、ね、に特に象徴されるようにですねまずはこう斜めに押さえますで気をつけていくのはちょっと、えー 先をちょっと見てもらいたいんですがこう今穂先は左側に行ってますね左側ですねでここでこう筆が交差して中を通ってますそこからこう右に右下に行くと筆が穂先がですね上に行きますねでここで押さえてで上は 穂先が上に行ったままですねでそこからこの穂先を支点としてこう手前から上に、えー、押し出すような感じでこういうふうにで最後まで穂先を残すっていう動きをします今の分ちょっとわかりにくいかもしれないので穂先にですね 牧場をつけてですねちょっと筆を運んでいこうと思います押さえます今黒い部分は左ですこれ交差して真ん中に通りましたね次上に行きました黒い部分を上に行ってますねでこの支点を穂先を支点として下から押し出すようなもう手前にちょっと引くような感じですねこう。 からからこのように運筆をしていくっていう動きです。えー、もう一度書いてみますね。この穂先がですね、左通ってたのが途中で真ん中を通り、そして上に穂先が通る形に変わるというところ、この部分を。 よく練習してもらえればと思いますはい、押さえます穂先は左ですね黒いのは左になりますここで穂先が交差しますで、真ん中を取って今度上に変わりました上に変わってこの穂先を支点として下から押し出すような感じちょっと今しましたここ押し出すような感じで 今こうです、ね、こっちこっちに行く感じで筆を運んでもらいたいというふうに思います。え今の部分で分かるようにですね、筆はこっちのみ45度を通っていきますで。だんだんここでこういう感じで変わってきます。ここ真ん中で上で上。 えの運びえこう入ってこういう動きの中で,で下から押し出すような上に押し出すような感じでこう動かしていくという動きをしていきます。これはなかなかか難しい 払いなので羽なのでよく練習してもらえればというふうに思います。そして。負荷法晴れの不我報ですね。不我報は例えば光ですね。光に象徴されるように。描くんですけどもイメージはですね。水鳥のですね。姿ですね。水鳥の姿のようにですね。何だろうな。こういう。 こういうその形ですね。ちょっと今それを書いていきたいと思います。まず同じく斜め45度に入ります。で、ちょっとですね、左、左に行くような形になります。そして今、穂先は左を通っています。ここが交差して先ほどの羽根と一緒ですね。真ん中を通り、ここで、 で上を通っていってそこからこうこうを描く感じになりますねでこう描いて右に上がっていったところお尻をクッと上にずらしてからそして下から上に押し出すような感じで跳ねていきます もう一度やりますね先ほどと同じようにですねちょっと穂先に墨汁をつけてですね筆の動きを見てもらいたいというふうに思いますはい十五年あります穂先は左にありますここで穂先は真ん中通ってそして上に行きます 上そこからちょっとこうこう描くような感じで最後はクッとお尻を上に上げてからここに跳ねていきますその時のですね筆の角度ですねまあ斜め45度にこう入るんですけどもでここからこういうこういうこういうですね 風にしてて変わっていっいでここでお尻を上にこう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 ,こういうふうになるんですね角度で筆を動かしていくというところですねで不河口はですねこことここのたい横に一緒になるようにしていきますなので底辺はこの途中 この辺りこの辺りに底辺があります。なのでよくですね底辺がですねこの,この最後の跳ねるところがですねこうこが描けずにですねこう横に行ったままこう払う人はいるんですけどこれはああだめですね。必ず上に上に上げていく。 上上に上げていくで最後こうやって跳ねていくっていうことをしていきます。で先ほどですね画法と不画法で両方とも注意しなきゃいけないところがありますのはこの交差するところここですね。でここここは一瞬細くなります。 それはここのですね真ん中がこういうこういうですね炎の向きになるからです。でここはここに上になってきますからだんだんここもそうですね太くなるといったところなのでそこのですね動き あるいは太い細いのところをですね、意識して書いてもらえればというふうに思います。この羽先ほどの払いはですね、やはり難しいですね、部分になりますので、よくですね、練習してもらえればというふうに思います。